配信はもう始まっている。はいはいはい、リツイートね。じゃあスタートですね。コモノビッチ第5回、はい、周拳対ムナーリサガット、実況私ジャイ、解説は松んでやらせてもらいます。はい、よろしくお願いします。西日暮里 VS 久しぶりですわ。そうですね、あれもう始まった。開幕はいきなり剣が飛んだね。これちょっとサガットきついんじゃないですか。このままきついです、非常に。そう、飛びますね。あー、結構飛び多めでガンガン行く感じなのかな。まあでも基本はやっぱり飛ばないですよね。飛ばなくて勝てる組み合わせ。おおっと、あ、ピョって決まった決まった。これはいいですね。さあ、さあ、生ジェムさん、しっかりスパコン決めて、まずムナーリが1本コンボも決まってるし、あんまり緊張してないのかな。ですね、今さっき、まあ、あれですね、大勝利からぶったのがちゃんとピオコンボミスらず入れれたのはすごいでかいなと。お、アパートも中でちゃんと出させてるのは、あれ今日のムナリさん、これは強い日のムナリさんなのか。なるほど。あ、でもダメですね、踏み込まなくていい。この剣が来るの待っていいのに、体力的に。これでも剣画面走って相当きついんでは。さあ、完全にムナリペース。あと無理やりは昇竜拳当てにいったが、冷静、最後は大キック。まず先制したのはムナーリー。あれ、体力リードした時に、ね、サガット側もただ後ろに逆に下がってから言うだけで、今、うん、何回かの上台が打ってくれましたけど、それでワンチャン飛ばれてっていうバカみたいな巻き方があるので、あー、なるほど。ほったらかされるのが一番嫌ですね、剣は。何もしない。さあ、ファーストアタックは先ほど同様、シュウ君。いいですね。おっと、あ、しっかりまずダイアッパー。前半は全然いいですよ、前半はダイアッパーかという。なるほど。中後半は中で打てと。最初はダイヤパカッと減るんだよ。ああ、なるほどなるほど。後半になるとあんまり補正もかかって根性値もあるんで、中でやっとけろ。バイパン、そう、ダイヤ波動は下がっと側があのダイヤ小波動ってどっちかで、下がっとリバーサー上タイガーで相殺できるんですよ。あ、なるほどね。ダイヤ縛らいの小波動は本当に意味ないんですよ。あ、じゃあ大波動で打たないとダメか。大波動で打つか、もしくは中足払いです。あ、中足払い、中足払いね。まあ大足の方はやっぱり足が長い。そう、ちょっと長いのってやっぱ転ばしたいっていうのがあるんでしょうね。あー、なるほどね。ほら、竜と違って中足波動拳のほら、剣の繋がんないから意味なさそうなの。でも逆になんですよね。ただ胸張りかなりいい感じで、ちょっと全然煽りポイントがないなくて真面目な感じでやってますが。そうですね、全然いいですよ。今ジェノサイド打ってたんじゃないか。
アッパーカットガードさんしたら波動拳をしたんですけど、ゲージだったんですよね。ちょっと集権が苦しそうな立ち回り。ゲノサイどうぞ。これはかなりできてるぞ。あれもね、あのリバーサル取って出ないから、まあね、ちょっと待って、ちゃんと落ちましたね、今ね。リバーサルじゃないように出さないといけないと。サガットとダルシムはリバーサルが出ないんですよね。今ね、あの前ジャンサガットが前ジャンプしてあの剣の台足払いはガードしてるじゃないですか、はいはい、多分サガット着地同時にタッチキック振ってたら、はいはい、多分逆にサガットが勝つんじゃないかなと、ガードできてるところとサガットが動けてるところ、確かに確かに、おお よく見てる、冷静だぞ、お台足いいですね、今のはいい台足。さあ剣側の、あ今の一文字いいですね。さあ連覇でいいでしょ、取り返す。出して今のはあスパコン出してもダメ。今さ一番良かったのは中足回るの後のあれですね。この試合で多分初めて使った一文字ですね。ああなるほど。今1試合目の1試合目使ってなかったはずなんで。割と一文字も結構リスクある技ですよね。その意外と短いんですよ。ああなるほど。さあ勝利拳当てて。中堅が逆襲しに行くか。カウントは 1-1。 今みたいな時に立ち置きってサガットが置いてるといいですね。なるほど、中足まで止めれるので。中も結構動きが良くなってきたんでは、よく外した、いいサイパンチ、よく見てる、反応いいんだな。ちょっと今のところ文句がない感じの、いい飛び込みだった。我慢我慢、あと今の出なかったらやった。今ね散々空中打線が決めさられたからね、空中打線かなって思っちゃったんじゃないのかな。アッパーカットは受けられちゃうんで、大キック、立ち大キック、でも、でもあまりにも近すぎたよね。ちょっとね打ちづらいところだと思います。ただ割と胸割り側も理想の動きは、なぜか飛んだのミスったのをガードしちゃいましたね。今でも出そうとはしてたけど、確かに。さあレッパ死んだか、あっとしゃがみくらいだった。レッパはやっぱり今大アッパーカットだった。着地がやっぱ隙が少ないんで、今しかも左右ね多分本人も分かってなかった。ああなるほど、入れ替えるっていうのもありますよね。いいよ、ピョッと、ピョッと大中アッパーカット、ヘルフ、これは完全に上タイガー、強気の上タイガー。まあ今止めないタイミング打ったんで、しゃがんでやり過ごすしかなかったが 2-1。 おっとお金が入ってない、クレジット、クレジット。これ50って書いてあるのいいですよ、50円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 ボタン、間違いない。普通なんかクレジットのなんか C とかそういう感じのイメージだよね。 C だって読めないやつがいるからさ50だと分かるだろっつって。大キックうまいぞ。胸割り下がってはかなり通常技の使い方うまい。すごい冷静になってますね。お、大差し返す。シューも負けてないぞ。大足。大足。おっと、今のは勝利ですか？ピョッタ、運がねえな。ドクロ今のは持ってなかった。ドクロはやばい。いや、かつてないいい勝負すぎて。さあ、竜巻からの勝利。おっと、2回り無理クリア。今のは強気な選択肢ですよね。いいですね、今みたいな感じピンポイントで竜巻ってすげえ嫌なんですよ。さあ、ちょっと待って、長田投げ 3-1 下馬評を覆して胸張りが頑張ってますね。かなり頑張ってる。まあ、実際サガット剣はサガットが有利とは言われて組み合わせですけども、なるほど、シュウ君もかなり頑張ってはいるので、まあ差し合いとかもね頑張って、だやし、まあ、最大の一番当てたいところを当ててますよね。そうですね。さあしかしリーチが長いな。サガット飛び入る、今はつながらない。よく見てた、今よく見てるな。ちょっとうまいぞ。あとミスった。暴れた。アパガット。まあ今のはまあ使っても致命傷にならんと。
割とアッパーカットの反撃って難しいですよね、剣は。密着以外は反撃ないっすね。ない、出しどく割と一文字届かない。届かない。あ、届かないんだ。それは結構割と混戦はアッパーカットでいいっていうのもあるね。そう、竜だとあの大波動みたいな感じ、ブランカのローリングみたいなもんですよね。ガードしちゃうと何もできないみたいな。じゃあもう読んでたら昇竜拳を当てた方がいいと。昇竜は一応アッパーカットにほぼほぼ密着でガードしたら、あの大昇竜が届きます。大昇竜、なるほどなるほど。あ、今なんだかんだ今な投げてすげえ、今投げを決めてポイント投げて、いやー今のはね受け身取れなかったらいなかったなー。今ねちょっとねアッパーカットじゃん、ジェノサイドが重ね遅かったから、シュウ君とちくんってリバサレいっぱいやったら逆に勝ったんじゃない。ああ、レッパね、ちょっと出ないはずのリバサレいっぱい。うまい、今立ち台パンダ相打ち、うまい。ムナーリが独走してるのか。 4-1 だよね。4-1。さあ普段の野試合ではシュウ君の方が勝ってるイメージだが、さあムナーリ水中がうまい、うわ冷静、あっぱれかい。さあこれはジェノサイド、今のところ文句をつけようのやったつもりじゃないですか。普段の野試合と今のジェノサイドすらたまにミスるんですよね。なるほど。いやこれは相当練習したんじゃないのか。だから本人もね、あ、まあ今のはまあしょうがないと。垂直が丁寧だな。しかもちゃんと中アッパーカット確定なの分かったから注意なんだろう。大足、これは相当きついぞ。うめえな、ダイパー置いてる。大足差し返す、ここは一応見せたい。あと逆に投げて、スピードに回った。大足、大足、あーっとこれはあっと安いよ。あーバカ、あーっと出ない。どっちも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 最後はタッチショーキック。いやー今ジェノサイド空振ってくれた時、壊しレッパが最大か。まあ最大ですけど、そんなことしなくても死んだんじゃないかなと思うんですよね、体力的に。まあ中盤昇竜とかでも割と良かった。まあ一番簡単なのは中盤勝利ですね。もったいなかったですね。さあしっかり決めて3段、これは死んでしょう。あっという間91秒。まあこれもあるんでね、そろそろムナーリさんのお薬が切れる頃なのか。確かにもう4連勝ですからね。お薬が切れると、まあ長州さんと川端、あ、まだでもあれですね、ダイアッパー。あ、ちょっと今ビビリングセンス悪くされましたね。そうそうそう、そこ強気でいいと思うよ。さあコパンタイガー、そう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 、別に、あ、冷静見てるんだよ。しっかり見てるぞ。今日お前はもう波動拳打てないぞ。今日はジェノサイドじゃないとちゃんと見てますね。結構ムナリさん通してくれる。なるほど。ですけどそこもう何回打ってんだと。今日はかなりいいですね。ちゃんと入れてますね。いいね、今立ち上げく落ち着いてる、冷静、大足。さあ5連勝 6-1、 もう終わっちゃうよ、頼みますよ。いやね、ここはねやっぱね下馬評をね覆す場合はね、下がった側になっちゃいますよね、いくら下がっているとはいえ。そうですね、これはまあ先ほど僕川村君とも話したんですけど、まあ失礼な話ですけど、まあ柊君が勝つでしょうね。なるほどなるほど、うん、話でさっき剣下がとの練習というか、そうお付き合いなのか、焼き鳥君がはいはい、ムナリさんの下がとを殺せて、いやいや剣下がとこれからやるのに苦手意識つけ合わせてるのひどいね焼き鳥君そんなような感じで話をしてるぐらいだったので、しかし、あと大パン、あと投げて、しかし受け身があるんで、ちょっと早かった。今のは上体が上がってましたよね、うん、そう、ちょっと早かったな、うん、早かったね。打ち合いは下がったわ、ユーリー。おっと、画面端なのでちょっと前に歩く、うまい、苦しいぞ。
あいつ大大アッパーだったな。もったいなかったね、今ね、減らなかったね。だし、そう、あの踏み込みの話はしゅうくんさっきから上手いんですよ。上手い。ライアス出すだけでも結構ね、剣は難しいっていう。その後がね、なんかもったいないんですよ。今のは掴みで良かったんじゃないかっていう。大アッパーガットこだわるな。俺は出るぜアッパーガットが。出なかった。言った瞬間出なかった。頼みますよ、笑わせに来なくてもいいから。さあ残り10秒、行くしかない。いや、逃げた方が良かったんじゃないか。いやー、だ、勝ってるのは中華ですね。勝った、一度勝ってる。さすがにあの場合ではもう波動で打たないか。あとちょっと反応遅れたが、ダイヤシに差し替えが出る。あと中アップが出る。今のは上タイガーミスですか。うまいぞ、お手本のような剣戦。アッパーカットダイ、あまり減らないね。そう、ダイはもう体力半分切るか切れないぐらいから減らなくなるので。なるほど。あーっと今シュワシュワで見せれましたね。ただもう今回はダイで決め打つっていう風に決めてんじゃないですか。確かに、まあ、基本的に、ね、ダイアッパーカット気持ちいいですからね。投げるアッパーカット隠ってたっぽいけど、お、なんで今スーパータイガーニーが出ましたね今。さあ前に飛んじゃやねえだろー。でしかもそれ食らっちゃやねえだろ。6連勝、これはちょっと厳しいぞ。 7-1、 ここからはかなり精神的にタフじゃないと。ないですよ、あと9回勝てばいいだけですよ。まあ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 9連勝すればいいんです。まあまあね、最初の時よりかはもう1回勝ってるから。あ、今の前ね、アッパーカットはしっかり。今回のね、今からなんか逆にもう反省で早いんだけども、うん、シュウ君置き攻め、せっかくダウン奪ってもそこに繋がってない。あー、なるほどね、うん、焦ってるんですかね。せっかくダウンさしてんのにその後が続かなくて。なるほど、みたいのが。あれ、スコアこれ乗ってないの。スコア乗らないのこれ。あ、できなかったんだ今ね。 7-1 です。ムナーリが7です。あの下一桁があのコンテにないんで6連勝中になってますね。確かに、なんか集権もなんかムナーリサガットに感心してるところがあるじゃないですか。打つ手がない感じなのか今のところ。剣側は打つ手がないような立ち回りに。ワンピースピーはじゃんけんで決めたの。じゃんけん、まあ話し合いじゃないですか。そう、まあ変えないってことは。だし、まあ 2P 側の方がね、コマンド系は割と有利っていう風な推説がありますが。どっちもコマンド側なんだけどさ。冷静。今日あとね、ちょっと おじさん偉いなと思うのがね、波動拳を、うん、上タイガーとかその総裁しそびえて食らうっていうのがあったとしても、ジャンプミスで踏んづけてるっていうのがないんだよね。それね、おじさん頑張ってるもん。なるほど、おじさんってムナーリさんのことですか。あのおじさんと言ってるけど、あなたの年上でしょ。やべえだろ。おじさんよくね、波動拳踏んづける癖があるんだけど。なるほど、今日一回踏んづけてないので。かたくなにおじさんって言いますね。おじさんが敬語を使ってるんだな。そうそうそう。さあもう下がった安全圏か。ラインをきついね、上げたい圏。あと第一、これはクレバーな選択。ラインを上げる、ダメ足。今時っぽいね、ラインを上げる。そう、ちょっとね、今思い出したかのように使ってた。なんかすごい今時っぽい。タイヤシすげえな、出したいキック。今回ね、あのクレバーな選択とラインを上げるをね、使おうと思ってて。今時っぽい感じ。そうそうそう、そろそろ終わっちゃうから、もうそろそろちゃんと使わないとまずいぞっつって、これエクサでも多分使うと思います。なんかあんま聞き慣れない言葉を。いや、e スポーツですよ、e スポーツね、乗っかっていかないと。あ、そう、流れに、この流れに、ビッグウェーブに。そう、あまりにもね、一歩が展開なんで雑談始まりましたよ、雑談。上タイガー、シュウ君頑張って。まさかこの組み合わせの集権を応援するとなるとは。やっぱり、やっぱ気持ち的にもね、僕自身も剣使いなので、やはり剣を応援したい気持ちはあるんですよ。いや、でも剣の立ち上がりも苦しまぎりだったじゃないですか、もうこれ当たればいいけどみたいな。
そう、それがね、この今の状況ってなんだっけ、8対1だっけ、8対1になってから今苦しいみたいな感じに言ってましたけど、そうじゃないでしょ、そもそもサガット戦は苦しい、ブロード感じので、シュー君の最後なんで、まあ、今回をきっかけに気づけばいいんじゃないかなと思います。なるほどね。そもそも割と、あの川村君とも喋ったんですけど、結構飛び出どうこうしようっていう癖があるので、あー、そう、飛ばして落とすキャラじゃないですか、サガットって。確かに、そう、飛ばして落とすキャラに飛び出どうこうしようって、あー、まあ確かにそうですね、まあ、ぶの悪い勝負じゃないですか。そう、あの、サガット側の土俵に乗っちゃってると。そう、10回、え、でも今のは10回もし勝負するとして、うんうんうん、10回のうち何回飛びが通るの、うん、何回まあまあ長期戦ですからね。そうそう、結局数を考えたら落とされる数の方が多いんですよね。まあそうなると12品になっちゃうと。そう、なのでサガット側を飛ばさなきゃいけないんですけど、サガット側飛んでないですよね。飛んでない、垂直しかしてないですね。まあこれはまあ言った瞬間に前に飛ぶというね、ムナーリさんのね、あの裏切りですよ。お前ね、おっさんおっさん言ってない、いい加減にしろよと絶対聞いてる。飛び道具の性能、いやまあサガット方が上ですな、全然上。さあ91、さあリーチ、リーチです。9連勝で終わるのか。9連勝ではないんじゃない、途中1回1勝、いやだから9連勝で終わっちゃうのかってい う, そ う, いうこと、ね、次で9連勝だから、うん、ちょっと最初の2回だけ楽しかったのはもう完全に対価はジェロさんよって感じですね。仕方がない、逆殺と、いむしろと、なんだろう、飛ぶのが仕方がないって理由が分かんないです。そのめぐり性能が悪いサガットを逆に、あ、性能を、弾の性能がいいサガットを飛ばすぐらい逆に剣が弾を打たなきゃいけないですよね。弾の数が圧倒的に周回少ないです。結局ほら飛んでるじゃん今も。なるほど、波動拳の数と飛びの数で、飛びの数の方が多いっていうのはちょっとまあ苦しいのは分かってるけど、そこをあえて飛ばせるような形に持っていかないと最終的に勝てないぞと。1ラウンド取れるかもしれないけどってことで、目先の長い目で結局そのサガット戦っていうのを考えるんだったら球でどうか。まあまあそうは言ってもうリーチですからね、時すでにお寿司お寿司みたいな。正しい、苦しい、おっと、それしっかり返す、反応はいい、反応はできてる、まだ俺ね、あったい、今のはちょっと、今のはちょっとどうなの草君。さあ頑張ってほしい、まだまだある、あーっと運命悪いぞ、何か、あったい、これはちょっと苦しまぎるだったな、まあ、まあ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 勝てば OK。 まあここはね、あのもう後がないんで何でもいいから取らないと、うん、まあ本人が勝てば OK って言ってるのはやばいけど、やばいけど、こっから9連勝ですよ。まあここから9連勝、いや8連、あ、ここから8連勝、あ、ジュースある、ジュースくれる、おごり、なんでふざけんなとか言われるんだよ、おかしいだろ。ちょっとでもこれでだいぶ飛んじゃうだろ、飛んだところで激怒さんのシャッターパンチ、いやでも胸井さんもちょっとリーチかかってるから出なくなったよ、タックが前飛んでるよ、苦しい苦しい苦しい、お互い苦しい。さあ俺の実況はどんどん滑舌上手になるぞ、よくあるぞ、くらえくらえ、さあ飛んでる、いや確かにもうセーフティーですよね、うん、あとジェルサンダー見せたか、前に行かなくてよくね、バックジャンプでよくね、あーちょっと苦しすぎだろ、今の勝っちゃうだろ。さあグダグダになっちゃうぞ、グダグダになるとこれ終剣の方がいいなんじゃないですか、垂直、今のはいいじゃない、怪しい、あ、なんだ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 、急にグダグダになってきたぞ、終盤正体側になら当たってそうに見えたけど今大体側にだったように見えましたね。あ、チラシャドウ、そうそうそう、それ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 、うまい、レッパーレッパーですね。さあ2連勝、これ分からんぞ、おじさん頑張れ、え、あと1回、おじさんでも逆こっから負けたら逆にレジェンドだよ、まあまあまあ惜しいか、逆に、さあ煽りますよ、流れ変わったね、流れ変わりました、完全に変わるかね
いやだってもう完全に明らかに下がって硬くなってるもん。確かに剣も苦しいんだけど、うん、稲瀬じゃない、まあ、あと一勝がね、長期戦はね苦しいんだよね。しかも8連勝とかしちゃったから割と、まあ剣側ね、もうあと行くしかねえっていうのは、ね、ある意味開き直ってますからね。もう勝とうと負けようと別に行くだけだよみたいな。おっと、ね、追いついたぞ。一文字は食らわなくていい一文字だったな。前飛んだ。上タイガーもしっかりとしゃがんで、シュウ君がね、今さっきまでやってなかった行動やってるんですよね。今サガトのあの着地立ち寄りキックだったら、うん、着地アッパカって呼んだりして、着地歩いたところにあの昇竜拳みたいな。なるほど。おっと、これはいい勝負やっとけよみたいな。サガットはリードしているかな。おー、バイタリア決まった。サインワイトル結局取り込みかよって草が言ってますよ。はい、来てるね。はい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 、そうね、そんなの見りゃ分かんだよ。アジュ、これは流れが変わってきたぞ。おじさん、きついぞ。掴んで、お願い返し、魂の投げ出し。しかし、この時すでに遅しが残り70秒、これ、待てるじゃないですか。待ちきれますね。待てるよね、これ。大変しなきゃいや、攻めなくていいよ。もう何もしなくて。いや、でも気持ちが入ってる、気持ちが入ってる。50秒、ガードでいいんじゃないの。気持ちでライン上げる。ラインってやめろよ。ラインって言いたいだけ。ミスったー。さあ最後はクレバーの選択、上り台キック。いやーもうおじさん集中力切れない、もう無理やり使ってねみたいなだろ。4連3連勝。いやお前が1枚目だろ、そんな分かってるよ。お前が1枚目だろ、お前ないと思ってたのかよ。本人があるある1枚目だろ。さあこれにはさすがのムナーリも苦笑い。コエモンからムナーリじゃなくてムリーナに交代ある。ムリーナ、ムリーナ、ムリーナに交代しちゃう可能性ありますね。全然別人、別人28号完全に。これもうね、これ普段のノジアイのおじさんに戻っちゃいましたよ。もう手癖で打ってるタイガーって感じだもん、うん、奇跡じゃなくて。さっきの違って、いやガードしやがやろ。アッパーガード出なくなっちゃった。あー俺ジェノサイド、さっき出てたジェノサイド。やばいやばいやばい、ちょっと頑張って、前飛んじゃうだろ。もう苦しい苦しい。あおじさん、いやー厳しい、大キックが当たる。さあマジでまくられそうと。僕この後のくじ引きの準備あるんで、そろそろいいですか。そろそろ終わってくれと。いやじゃなくて、じゃあなんかもうなんか見る意味なくなったかなみたいな。おおやべえだろ、下がったか別人にと。あとこれはうまく入ったぞ、ダイヤパカット。意外とやらなかったね。今から本当に変わってないですかって言うと、いや本当に変わっちゃったよね。いやちょっとね、2、3ラウンド俺やってた。あ、多分、まあ、その僕が途中で言ってたやつ、あれ5試合目ぐらいと言ってた、あのお薬切れたってやつです。お薬ね、なんかでドーピングやってたのかな。あと、うん、奥のしっかり返すラインを上げて大キック無理やクレーバーな選択。垂直ジャンプどこら辺がだよ。さあ、しっかり選択。ゲノサイドと。うん、ラインを上げて、ゲノサイド。リーチですよ、リーチ。言うてもリーチ。リーチ。あ、そうだ、こちら。上田が、ダイシー。勝利に当たる。おっと、ここなんだ、今のは。波動拳ミスか。波動拳が、飛びに化けるとは、経験アップですね。ああまあそうですね、今ごめんなさい、僕基本的にジャイアンさんタバコ吸わない人さ、むしろ苦手な人なんで、ジャイアンさんと喋るってことタバコ吸ってなかったんですけど、途中であもうみたいな感じでタバコ吸い出しちゃいましたね。終わっちゃうよ、終わっちゃうよ、終わっちゃう、終わったー。立ち台パンチボグッと入って勝ったね。危ない。スコアは10対4。じゃあ、勝った方にインタビューですか。勝った方にインタビューだよね、毎回ね。じゃあ、マイクを。じゃあ、一言、二言、お前弱いんだよとかでもいいんで、全然、言ってもらえれば。負けた方にはしないんで、お疲れ様です、ムナリさん。お疲れ様です。いや、そうですね、すごい緊張しました、最後の。緊張した、最後緊張した。煽るなよと。煽りでかなり緊張しました。なるほど。おだいぶ煽りで
緊張したということで。はい。いや、まさかね、この対戦でね、僕がね、シュー側の立場に立つとは思わなかった。本当に。いや、良かったですね。いや、でもまた機会があったらやりたいです。あれ、いや、もっとやらねえよ。なんだ、見苦しいぞ、おい。そういうのやめろ。お疲れ様でした。勝ったのは、ムナーリ X サガット。次回は次回予告は手短に。手短にちょっと、次回の予告だけさせていただきます。といってももう、1週間ないんですけど、13日土曜日、この日にスピリタスバイトンさん対ヌルポガエスケ、まあ、これは公表しているので、まあ、皆さんご承認等かもしれないですけど、まあ、ちなみに次の日エクサーなのでそれもよろしくお願いします。そうですね。で、11月の予定、11月4日、V3 の後に、ハーデストボーイ、S ホンダ対ウネガイル、この超若手対決をやりたいと思います。超若手対決、はい、ちょっとすみません、この後ありますのでこの辺で、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、ということで、今回の小物道いかがだったでしょうか。お疲れ様でした。さよなら。さよなら、さよなら。